オーガスタはアメリカ合衆国ジョージア州にあるし、1996年、オーガスタ市とリッチモンド郡の行政府が一つの行政府となり、オーガスタリッチモンド郡となった。一元化された市郡は単にオーガスタと呼ばれている。一元化されたオーガスタの地域にはリッチモンド郡がほとんど含まれており、例外はヘプジバーとブライズの二つの町で、それぞれ行政府がある。 2010年国勢調査で、の人口は19万5844人である。オーガスタナショナルゴルフクラブでは、毎年ゴルフのメジャー選手権の一つ、マスターズトーナメントが開催される。オーガスタの名前は、イギリス王ジョージ2世の長男の妻で、ジョージ3世の母となった、オーガスタ・オブ・サクス・ゴータにちなんでいる。1785年から1795年まで、 ジョージア州では2番目の州都であった。オーガスタはジョージア州とサウスカロライナ州の宗教にあり、アトランタの東約150マイルにある。ジョージア州ではアトランタに次いで2番目に大きな市であり、都市圏である。オーガスタは南部バプテスト連盟の生まれた場所であり、最古の自治的なアフリカ系アメリカ人、バプテスト教会である。 スプリングフィールド・バプテスト教会が現存する。アフリカ系アメリカ人の歴史は、ルーシー・クラフト博物館で見られる。他にも、宗派の建てた教会が、市の中心街にあり、セント・ポール教会や、聖なる、心教養センターなど、歴史的建造物になっている。地域の三つの大きな雇用主は、サバンナ・リバー・サイト、アメリカ陸軍の信号通信所と、ゴードン・トリデ、 および、オーガスタ大学である。オーガスタのニックネームは、庭園誌である。マスターズトーナメントを主催するようになってから、マスターズ誌とも呼ばれるようになった。ヒップホップの集まりでは短縮して、ザ・オーガストとも言われている。誌のモットーは最近採用されたもので、気分がいいである。これは、この土地で生まれた、ソウルミュージックの帝王ジェームス・ブラウンの曲から来ている。 死を特徴づけるのが、ブラウンの銅像であり、オーガスタ広場に立っている。ウッドロー・ウィルソン大統領は、父親が長老派協会の牧師であった1860年から1870年を、ここで過ごしたのでオーガスタを故郷と呼んでいた。ウィルソンの家は、観光客に公開されている。オーガスタのもう一人の有名人は、 アメリカ独立宣言に署名したものの中で一番若かったジョージ・ウォルトンである。ウォルトンの家も公開されている。オーガスタには進んだ芸術の地域社会がある。ガートルード・ハーバート芸術大学、モーリス美術館、芸術家の通り及び芸術会委員会が地域社会に含まれる例である。オーガスタ公共楽団、オーガスタ劇場。 オーガスタバレー劇場では監修を楽しませてくれる。インペリアルシアターはブラウンが練習に使った歴史的建物である。サバンナ川はオーガスタの設立と歴史に大きな役割を果たした。観光客は中心街のオーガスタリバーウォークでサバンナ川の散策を楽しめる。オーガスタマリーナでは貸しボートを提供している。1845年に 水資源として作られたオーガスタ運河を周遊することもできる。オーガスタは北緯33度20分12秒整形81度58分30秒、北緯33.33667度整形81.97500度、33.33667-81.97500 33. 33に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、 オーガスタ・リッチモンド群は総面積793.2平方キロメートルである。うち782.5平方キロメートルが陸地で11.3平方キロメートルが水域である。総面積の1.42%が水域となっている。オーガスタはサバンナ側の中流にあり、サバンナ側に多くの小さな滝が落ちる幕府線上にある。 サバンナ川を使って航行可能な水路の終点でもある。オーガスタの近くの幕府線にクラークスヒルダムが作られ、ストロムサーモンドコマタはクラークスヒル湖が作られた。その下流のコロンビア軍の境界近くにスティーブンスクリークダムが作られ、サバンナ川とオーガスタ運河を分けている。欠片の気候区分に従えば、オーガスタは多湿の亜熱帯気候に当たる。 冬は和やかであり、夏は湿気が多い。夏の平均最高気温は、下肢90.6度、最低気温は、下肢67.8度である。冬の平均最高気温は、下肢58.9度、最低気温は、下肢34.4度である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人。 種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計ジェームズ・オグルソープ・オガスタは幕府戦に位置するので先住民族がサバンナ川を横切る場所として使ったのが最初であった。1735年、ジェームズ・オグルソープがサバンナを設立した2年後、サバンナ川を遡る文献隊を派遣し、航行可能な川上に拠点を作るよう命令した。 この仕事は、ノーベル・ジョーンズの手に渡り、スペインやフランスに対する第一防衛線となる入植地を作った。オグレ・ソープは、当時の皇太子、フレデリックの妻オーガスタヒにちなんで、町の名前をオーガスタと名付けた。町は、サバンナ側に向かう、緩やかな斜面に配置され、すぐ東の砂丘は、サマービルとして知られるようになった。町民は周辺に住んでいた。 クリーク族やチェロキー族インディアンと友好的に共生していた。1739年、サバンナと結ぶ道路の建設が始まった。このことは、船ではなく、馬でオーガスタに来ることを可能にし、多くの人々が内陸のオーガスタに移住してくるようになった。 1750年、オーガスタの最初の教会セントポールズ教会が、オーガスタトリデの近くに建設された。これが、地域教区の始まりとなった。ジョージア植民地の新しい憲法の下で、1777年に、新しい政治体制が敷かれ、オーガスタの教区政府は、新しい軍政府に置き換えられた。軍名のリッチモンドは、リッチモンド公爵にちなんで名付けられた。 アメリカ独立戦争の間、サバンナがイギリス軍の占領するところとなった。このために、オーガスタが首都となり、イギリス軍の新しい主要目標にされた。1779年1月31日、オーガスタはイギリス軍のアーチボルド・キャンベル中佐によって占領された。しかし、アメリカ軍がサバンナ側の対岸に結集するとキャンベルはすぐに撤退した。 オーガスタは再び首都となったが、これも長く続かなかった。独立戦争の末期に再びイギリス軍に占領された。この頃から南北戦争の頃までオーガスタ運河の建設も貢献して、オーガスタは戦維、火薬及び紙の製造で先導者となった。1845年には土地の企業ファニングラント &CEO が、 ジョージア鉄道を敷き、アトランタと結ばれた上に、チャタヌーガでテネシー側にも結ばれ、ミシシッピ側までの交通が可能になった。国の中央部からサバンナ川を介して、大西洋まで経費を節約できる。この経路によって、貿易量が大きく増加した。オーガスタの人口は1860年に12,493人と、 なり、当時1万人を超えた102の全米都市の一つとなり、ジョージア州でも2番目となった。もともと、オーガスタの民衆は、南北戦争の考え方を歓迎した。連合火薬製造所は、アメリカ連合国が建設し完成させた、唯一の高級的建造物であった。2000名以上のオーガスタ市民が戦いに参加したが、1863年の夏までは、 オーガスタ市民の心には戦争が入ってきていなかった。侵略を恐れてこの地域に逃亡してきた何千もの避難民がオーガスタの街を混み合わせ住居や物資の不足を招いた。続いて、ウィリアム・シャーマン将軍の軍隊が接近しているという脅威が訪れ、静かな街の通りに強行が走った。しかし、街が焼き払われることはなかった。 1828年、ジョージア州議会は、ジョージア医科専門学校の設立を公式に認め、市民病院の2つの部屋を借りて、医者の要請が開始された。1873年、ジョージア大学との提携が成り、ジョージ大学の医学部となった。さらに1956年、ジョージア医科大学となった。1914年大学病院が、医科大学の近くに設立され、 街の高度に発達した医療地区の基盤となった。多くの南部都市とは異なり、オーガスタの南北戦争後の生活は大変繁栄していた。20世紀の初めまでにオーガスタは世界でも最大の内陸面市場の一つになった。金号にはキャンプハンコックという新しい軍隊基地が第一次世界大戦の間に設営された。 第二次世界大戦の前に、アメリカ陸軍は、リッチモンド軍近くに新しい砦、ゴードン砦を建設し始め、新珠湾攻撃の数日前に完成した。多くの新兵がこの砦に来て、訓練を施され、戦場に向かった。第二次世界大戦の後数ヶ月、ゴードン砦にいた多くの GI が帰郷し、地域社会における軍隊の重要さがほぼ終わったかに、見えた。 クラークスヒル貯水池1948年、アメリカ陸軍はゴードン砦に、信号通信訓練センターと、軍事警察学校を移設したことで、街の様相が新しくなった。その後の1948年11月、新しく建設されたダムにより、クラークスヒル貯水池ができ、水力発電によるエネルギーを供給するようになった。1950年、 原子力発電施設を運転するサバンナリバーサイトを建設する計画が発表され、市の人口は約5万人にまで膨れた。オーガスタは20世紀後半、南部の都市工業地帯の先駆けとなった。アメリカの公民権運動は合衆国の他の地域同様オーガスタにも影響を与えた。1961年、ソウルミュージシャンのレイ・チャールズは、 ベルオーディトリアムの公演に先立って、黒人の聴衆が白人によって隔離され、バルコニーに座らされることを知って、その公演を中止した。1970年5月、検討廃を州立大学射殺事件と、ジャクソンミシシッピ州立大学殺人事件の数日後、6人のアフリカ系アメリカ人学生が公民権デモ中に、警官に、 略奪の角で背中を撃たれた。人種運動の緊張が高まりボートが暴れて多くの建物に火がつけられた。1970年代予測にオーガスタの中心街から郊外のショッピングセンターへの遷移が始まった。これが都市の後輩傾向につながった。この傾向にこうして市の政治家と実業家指導者は オーガスタの隠れた川沿いを美しい川沿いの遊歩道に変え、公園、円形競技場、ホテル、博物館及び画廊を備えて生き返らせた。川沿いの遊歩道の最初の部分は1980年代遅くに開放され、1990年代初めまで拡張が続いた。しかし川沿いの再生は、オーガスタの主要道路を蘇らせるようには見えなかった。 大通りブロードストリートから事業家が去り、商店の扉は閉ざされた。1995年芸術家集団と中心街の支援者がファーストフライディと呼ぶ毎月の催しを始めた。その目的を中心街に群衆を呼び戻すことに据えた夜の祭りであった。地元の音楽隊やストリートパフォーマーを呼び、画廊は遅くまで開けていた。 1995年以降、新しい事業が中心街に戻ってきた。多くの新しいレストランやバーである。ブロードストリートの上部ブロックはアーティストローと命名され、地元のものが所有する画廊がいくつか集まった。ファーストフライディは現在も続いており、中心街の再生努力を続けている。 エンタプライズミルが最近改装されて事務所や住居が新しくなった。新しい住居が中心街で建設されている。事業が中心街に戻り新たな繁栄をもたらしつつある。1996年、オーガスタ市とリッチモンド郡の行政府が一つの行政府となり、オーガスタリッチモンド郡となった。一元化された行政府には市長が一人、市議会議員が十人いる。 市議会議員のうち8人は、それぞれの地区を代表しており、残りの2人は8地区で構成される、大地区の代表である。オーガスタの政治はしばしば人種をもとにされる傾向があり、市の以前の役職者は論争の中心となってきた。オーガスタ選出場辞や州上院議員のチャールズ・ウォーカーは、2005年に、多くの連邦法重罪で告訴され、辞職させられた。同じ頃、 元オーガスタ選出衆会議員ロビン・ウィリアムズも連邦法重罪で告訴された。隣のコロンビア軍出身で元ジョージア州学校監察官リンダ・シュレンコは州の教育予算を横領し落選した州知事選挙運動と美容整形手術に注ぎ込んだ容疑の多くの連邦法の汚職罪で最近有罪を認めた。 シュレンコは8年間の禁庫刑を宣告された。元市長、エド・マッキン・タイアは、私有財産の川沿いの土地に関して1980年代、半ばに収賄と強括の罪で起訴された。オーガスタ・リッチモンド軍は、20世紀前半の大部分を政治的に独占したクラッカーズのような、長い歴史を持つ民主党の政治機構がある。サウスサイド・マフィアは、 20世紀の後半、1996年の一元化まで、地方政治を支配する政治機構であった。オーガスタは、ジョージア州とサウスカロライナ州にまたがる4つの軍から構成される、オーガスタ英県都市圏で最大の都市である。この都市圏に含まれるのは、オーガスタリッチモンド軍の他に、コロンビア軍、サウスカロライナ州の英県軍とエッジフィールド軍である。 2005年の合衆国統計によれば、都市圏推定人口は52万332人で、ある。オーガスタは、シエサレ地域開発センターの主要都市でもある。シエサレは、サバンナ川中央地域を指し、東中部ジョージアの14の軍と41の都市で、構成されている。シエサレは、都市圏には定義されないが、構成員の軍や、都市の企画、経済開発、 企業貸し出し、情報技術及び行政活動を支援する州の経済共同事業体となっている。オーガスタには3つの高等教育機関がある。総合大学、工業大学、及び私立大学、各一校である。また、以下の高等教育機関がオーガスタにサテライトキャンパスを設置している。オーガスタ市にはリッチモンド郡教育委員会の管轄で8つの 高校、10の中等学校、36の小学校、4つの専門学校及び3つの他の学校がある。高等学校、専門学校オーガスタには3つのプロ競技チームがある。オーガスタグリーンジャケッツは、市で一番古いスポーツクラブで1988年にオーガスタパイレーツとして始まった。二千十八年から、隣接するサウスカロライナ州ノースオーガスタに、 建設された SRP パークをホームスタジアムとしているため厳密には現在はオーガスタのチームではないアトランタブレーブス参加のクラス A として活動している1998年東海岸ホッケーリーグのローリーアイスキャップスがオーガスタを本拠とし名前をオーガスタリンクスに変えた A f フに室内フットボールのチーム、オーガスタスタリオンズが2000年から2006年まであり、2006年からは、オーガスタスパルタンズとなって、世界室内フットボールリーグで競技している。オーガスタには、オーガスタファイアボールというサッカークラブもあったが、2シーズン競技した後配布した。オーガスタナショナルゴルフクラブオーガスタナショナルゴルフクラブでは、毎年メジャー選手権の一つである、 マスターズトーナメントが開催されている。毎年春に行われる大会期間中は、スポーツの中でも最も権威のある大会の一つであるマスターズトーナメントを観戦するために、世界中から集まったゴルフファンで、オーガスタ周辺は賑わう。オーガスタでは、ディスクゴルフも盛んである。オーガスタトップガンシリーズは、プロフェッショナルディスクゴルフ協会の主催する競技会で、ある。 これは、ペンデルトンキング公園やオルムステッド湖など様々な場所で開催されている。オーガスタは、オーガスタパブリックトランジットのバス路線と多くのタクシーが利用できるが、主要な交通手段は自動車である。オーガスタ市内を通る主要な週間高速道路はない。週間高速道路20号線は、市の北を走り、週間高速道路520号線は、 市の周囲を走っている市の中心街に直結する新しい習慣、高速道路の連絡路が提案されている。オーガスタには空港が2つある。オーガスタ地域空港は市の南にある主要空港である。ダニエルフィールドはバレー公園の外、ライツボロ道路にある施設空港である。この空港はマスターズの行われる4月にゴルファーや出資者が利用する。 ジェームス・ブラウン・ウッドロー・ウィルソン、http://factfinder2.census.gov-hattlucycraft-lani,museum of black history,hattwidlow-wilson,s-home,hatt-augusta-symphony,hatt-augusta-players,hatt-augusta-bale,hatt-abcdefg-fuaz-fuin-america. ヒストリカルボリューム1607から1896シカゴマルキスフーズ風ありがとうございます